こんばんは。ハウスフリッパー続きやっていきたいと思います。もうなんか残すところもあと少しなんで、上から順にやっていっちゃいたいと思います。今回はアニルベルさんの年末大掃除。こんにちは。クリスマスが目の前に、私はちょっとした問題を抱えています。約1ヶ月前に両親が出張に行き、私が留守番になっていました。ですが、間もなくクリスマスなので両親も戻ってきます。なのに家には最後のパーティー、家訂正、いくつか以前のパーティーの痕跡はまだ残っております。私の母にはクリスマスのとても理想的なイメージがあります。家全体と全ての、窓がピカピカで、部屋がクリスマスの装飾品に満ちている。自分の力だけでは全てを準備するのは不可能です。助けてください、アルニーベルさん。ということで、今回こちらやっていきたいと思います。見てください、皆さん、めちゃくちゃ綺麗な雪が降っております。わあ、雪景色って初めて見たんじゃないかな。とても綺麗ですね。それでは早速、暗いんですけどわあ汚いな、お邪魔いたします。電気をつけたらいかがでしょう。中に入るとちょっと明るくなったのかな。電気つけますね。つけてますか、ついてますか。これとりあえずお掃除しましょうか。年末のね、大掃除。誰の足跡ですかこれ。怖いんですけど、泥棒ですか。いや、これから暑くなるっていうのにね、このゲームの中ではクリスマスだと、そして年末の大掃除ということで、年末の大掃除とか関係なく、なんかちょっとやばいいや本当に何が起きてたのっていう。これはパーティーの名残なんですかね。強盗に入られたようにしか見えないんですけどピザがもったいない。ちゃんと最後まで食べてくださいねえ。美味しそうなピザなのに、誰、どんな人数で何をやったらこうなっちゃうのこんなの見たらお母さん怒るだろうね。私でも多分切れると思うすごいな、汚い。まあお掃除しがいがあるってことですね。いやだけど本当に汚い。どうなってんのこれ。さあじゃあゴミを捨てましょうかね。いやもったいない、ほとんど食べてないよ。そんなにじゃあ注文する必要もなかったんじゃないっていうね。すごいな、めっちゃ飲んだね。こんなに飲んだら確かに散らかしちゃうかもね。騒いで、ちょっと電気があんのか。まあ私も人んちのテーブルの上に乗ってるんでね、人のことは言いませんけども、まだ汚いね。あれもそうか、これも飾りに見えるけどゴミだよね紛らせておくっていうね。あ、ここもそうだ。なんか暗いんだけど、こんなもんなの明かりって。あ、ここにもある。これが窓、ん？窓の汚れじゃない。何？どこが汚れてんのこれ。あ、なんか知んねえけど。あ、窓枠が汚いってことかこれ。なるほどね。
ここだ。あ、これだ。そしたら窓を清掃する。いまいちね、あの季節が違うんでクリスマスモールを買うとかいろいろ出てるけど全然気分が盛り上がんないですよねクリスマスモールってどこに飾んの、こんなの。え、こういうことなの。あ、飾り付けしてくれよってことなの。こんなん、こんなんどこにどうやってやりゃいいのかが分かんないよね。なんだって日本人なもんで分かんないから適当にやっとくわ。プレゼント箱台、え、ちっちゃくね。大きくは見えないんだけど、私もっとでかいのかと思ってた。贈り物中、吊るしライト、クリスマスモール、長い長い。あ、これ6個もいるんだね。なるほど、6個ですか。ライトっていう割になんか全然明るくないんだけど。ねえ、あと1個ちょっといろんな家具がちょっと邪魔なんだけど、適当にね。宿り木を1つくださいな適当に。くるみ割り人形、これってクリスマスっぽいの。こっち見て、クリスマス雪玉。クリスマスの大きいは、クリスマスツリー。クリスマスツリーってどこがいいかな。結構デカめだね。ポインセチア、3も置くんだ。3置くのね。よし、リビングは終わった。ここはベッドルーム。汚れを、これ汚れなの？違うね、汚れじゃないね。ベッドを敷く。どれが汚れ？あ、これだ。取り付け可能な幅広カーテン。よし、
リスマス花は大なんだろうね。鈴がにクリスマスって感じ。もう分かんねえから適当に。つるしライト小さき星みたいな、わかんねえな。こんなんどうすりゃいいんだ。はい。ダイダイガニ、ちょっと失礼いたします。もうね、あのさっさとやって終わらす。なんか長々やってると酔っちゃうからね。よし終わり。サクサクやるよ今日は。おいしょ。ガレージでも何かしたのか。綺麗。そしてここも汚。でもね、あっさりね汚れが落ちるね。ベッドを敷く。ちょっと待って、こんなに汚くしてどういうつもりなんだか。本当に何個ピザ食ったん。どこだ。わかんないな。ちょっとわかる、汚れがわかんない。アイテムを買う。吊るしライト長。急に汚れは汚れのことを言わないんだけど、ここら辺にある汚れはどこにあんの。汚れわかんない。まあないらしいからいいか。全タスク終了したって。もっとかかるのかと思ったらあっさり終わっちゃったんだけど、まあいいか。わあ素敵だな、クリスマス。今年のクリスマスはどんな風になるのかな。ホワイトクリスマスになるのかどうなのか。わー綺麗。中のやつよりよほど綺麗。ということで今回はこんな感じでクリスマスの飾りをやってみました。ご視聴いただきありがとうございます。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。